します。あれ打たないですか。さすが最初もう打ってきたんですどっかで打ってきたんじゃないですか。大丈夫ですか。10ヤードの淡い夢を見ていろんなことしてくる夢は夢で あれ見ました。ちょっと難しいですか。違いますか。ダメだよ、右ディスランスじゃないですか。7番のアイアンの形状なんで、あれはやっちゃダメなんですね。で8番はちょっと四角っぽく、9番もっと四角っぽくで、ピッチにだん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 こう、あれブループリントですか。ウェイジっぽくなるんです。いや5番明らかになんかミスの頻度が大きくなります。先っぽにちょこっと当たるとか、あ、先っぽだみたいな、ちょっと右打つ、ちょっと右だね、切ってんだよね。何時つきました？34分。あ、やっぱりそれで出るって？わかんない。お城さんにレストランに行って話したんだろうね。うん。右行って、あっち行って。あれ、武田さん結局シャフト何でしたか？行ってるよ。はいはい。もう打ち終わりますんで。はいはい。はいはい。流行りに連れていかれないし、そしたらウェッジの X100 にしたんです。50度と54度かこういうふうにしたんです。はい、それだけあの普通の X とかで、はい、その他のやつなんかウェイトロックとかっていう、はい、なんか重量感がないそんななんっていうやつがあったんですか。はい、それが勝手にやばいと思う。アイアンですか。ウェッジは普通に X100 って言ったんですけど、はい、普通の X100 でプロさんが持ってったら重量が違いすぎる日本買っとくから X100 なのにそんな違うんですか。X130 とかじゃないですか。はいはい、120とか120ないぐらいとか。それはあれですか、 MOI 的にはちょっとやりづらい、大変なことです。 10g 違うと大変なことです。グリップが長くてウェッジ用だけ、はいはいはい、まあ、これぐらい長くてで 4g ぐらい多いんですよ。はい、あ、なんかそういうことか。ああ、なるほどね。それでちょっと手元に短く持ったりもできるようにしてやって、そうそうそう、手元にちょっと重量があって、